ズーバスは、オアフトランジットサービシズ社が運営する、アメリカ合衆国廃州、ホノルル市の公営バス。標準塗装が施された、ハイブリッドバス1970年9月に、フランク海ファシ市長によって、マストランジットラインズとして設立され、1971年3月に、ズーバスに改称された。1994年から1995年と2000年から2001年の2回に、 渡り、アメリカ合衆国公共交通協会によって、アメリカズベストトランジットシステムのタイトルを受けた。現在は、オアフトランジットサービス社が、オアフ島内の107路線、約4200のバス停を531台のバス、約900人の運転手で運行している。1日の平均乗降客数は、約22万人、年間の乗降客数は7170万人で、ある。 また、環境対策として2006年には、ハイブリッドバスを導入し、2009年末時点では、約50台が運行されているほか、一部の路線では、連接バスの運行も行っている。連接バス、ニューフライヤー2010年1月現在、ホノルル市を中心に、オアフ島内の8カ所のハブと4200の停留所107路線で、結んでいる。現在、オアフ島内には鉄道による、 公共交通が整備されていない上、安価で運転間隔が短いこと、ワイキキやパールハーバー、ダイヤモンドヘッドなどの観光地にも路線を持つほか、アラモアナセンターなどの観光拠点を経由したオアフ島周遊路線が運行されていることもあり、地元住人の日常の移動だけでなく、観光目的にも利用されている。普通運賃。 編集2017年10月1日付で、以前は2時間以内の乗り換えに利用できたトランスファーは廃止され、代わりに、深夜午前12時翌日午前2時59分までの27時間、利用可能な1、デーパスが提供されている。1、デーパスは、バス乗車時に料金箱に運賃を入れる前に、パス購入をドライバーに申し出る必要がある。各種割引。 編集身体障害者割引や高齢者割引、u パスと呼ばれる学生割引などがあるほか、年間パスと月間パスの定期券がある。ホノルルの中華街でのザバスの位置系統、カリヒトランジットセンター行きの174号車。ありがとうございます。